朝日町は富山県下新川郡に属している町。富山県東端で新潟県と県境を接し、古くは北陸街道の宿場町や関所として栄えた。北は日本海に面し、南東部では北アルプスで長野県白馬村と隣り合う。日本海側の西日本の東端として新潟県伊東の東日本との境界に面する。ビーチボールバレー発祥の地である。 町のキャッチフレーズは、海彦、山彦、夢山地。朝日町の中心部である泊まりは、中世末期より北陸街道の宿場町として栄えた。もともとは、笹川右岸、宮崎の西南の枠らに所在していたが、1717 17年9月に発生した高波によって前後が被害に遭ったため、 翌年の1718年に現在地へ移転した。1954年、昭和の大合併の中で、一町六村の合併により、発足。町名は、朝日岳にちなむ。1960年の朝日町には、以下の映画館が存在した。白駅、朝日町バスケ自動車をタクシー代わりに利用する、社会実験、ノッカル日町を2020年8月開始した。 運営は、上記の黒東自動車商会に委託している。高速道路一般国道が温泉宮崎、堺海岸船川べり。ありがとうございます。